汽笛の音が本当に哀愁を誘います、改めまして山崎貞一です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年育児なしに続いて、今回2月の3日新曲予期者が発売になりました。いよいよ出発いたしました、楽しみでした。本当に昨年11月にレコーディングをして、この日をずっと待っていたんですが、1月半ば頃でしたでしょうか、有線の方もリクエストが可能になり、そして、YouTube の方でも映像がご覧いただけ、いろんなところで、反響をいただいたわけです。源哲也先生作曲、澤田鈴子先生の 作詞ということなんですけど、今回は源先生に、いろんな企画をいただいて、そのもとにこの容疑者が出来上がりました。僕は島根県浜田市という日本海に面したとてものどかなところの生まれです。島根県にご関係ある方ありますか？ない全くない、慎んでおりました。